BBA42 期生の、津堅翔です。そうですね、一度だけベスト8に残ったことがあるんですけど、その時は大事な中盤で競ってる状態で通行の球ざりをしたのでちょっともう一度それを払拭しに、はい、それ以上のステージを行けるように努力したいと思います。はい、そうですね、ジャパンオープンは外国人のトッププレイヤーの選手とも当たれる機会なので、いつもはちょっとどうしても気持ちで負けてしまうんですけれども、今年はしっかり準備して、気持ちの面ではしっかり勝てるように、そしてゲームでも勝てるように、最近の努力をしてジャパンオープンを楽しみたいと思っております。はい、世界中から素晴らしいプレーが集まりますので、いつもは趣味でやってる方でも、プロのすごい本気のスキルを体験できるすごい年に1回の大きな舞台ですので、ぜひですね、皆さん一度参加してみてください。